こんにちは、アリシンチャンネルです。今回ですね、海洋度のカプセル級新恐竜造形再生線を紹介したいと思います。はい、久しぶりの海洋度のカプセル級のシリーズの紹介です。はい、ガサポンですね、カプセルトイス。はい、じゃじゃーん、おー、いいですね、海洋度のカプセル級シリーズです。はい、今回は新恐竜造形再生線です。はい、ラインナップは全部5種類ですね。おー、ここに買う。はい、恐竜たちです。いいですね。アリチン特に欲しいのはカルノタウルスですね。これ。おー、はい、アンニアのカルノタウルスを持っているので、はい、おー、ガチャン。これの同じもの。ちょっと塗装違うですね。ニューカラーと書いてあります。おー、楽しみにしてます。はい、で、今回は、じゃじゃん、一回遊びました。では、じゃあ今今回遊んだ時の VTR があるので、では、その動画をご覧ください。ガサポン遊んだ動画はいかがでしょうか。はい、今回1回やりました。おー、カルノタウルスが生えていますように。開けましょう。では、開けます。 1,2,3。 お、この色はカルノタウルスだと思います。やっぱりカルノタウルスです。おー、いいですね。では、トリセツ見ましょう。おー、トリセツの殻で綺麗ですね。お、英語の英語表記のラインナップですね。お、はい、裏には日本語のラインナップの紹介文があります。お、各恐竜の紹介文がありますね。カルノタウルスの紹介文もあります。いいですね。はい、おー、パーツです。おー、ではじゃあちょっとパーツを比較しましょう。はい、じゃあこれですね。フィギュアの方がかっこいいですね。黒目で。お、背中の模様も綺麗です。はい。他のパーツは胴体と尻尾ですね。あと台座もついてます。いいですね。はい。では今から組み立てます。はい。じゃじゃーん。カルノタウルスが完成しました。おー。いいですね。おー。はい。台座もついてます。おお、本当によくできてますね。小さいけど、おお、結構綺麗に、造形も、塗装も綺麗です。さすが海洋堂です。おお、はい、大きな角が特徴的ですね。はい、あと背中に点線しているそのトゲトゲのやつも特徴です。はい、おお、とても綺麗な、はい、恐竜のフィギュアです。あー、これ欲しかったです。あー、本当に出てよかったです。おー、首のあたりの赤いが、おー、赤い塗装が、あと顔のところがいいですね。口は、あー、動かせませんね。手と足ももう固定です。あー、いいですね、かっこいい。はい、キュールです。では、じゃあ、はい、紹介文を見ましょう。おー、どういうキュールか見ましょう。はい、こっちですね。はい、はい、南米大陸に生息した大型肉食恐竜ですね。全長8メーターです。日本の角が特徴です。あと顔も印象が深いです。あー、いいですね。皮膚の化石も発掘されたので、この背中の上に点線しているトゲが分かったんですね。点線しています。はい、とてもかっこいい恐竜です。おー、はい、これとアニアのジュラシックワールドの、はい、カルノトタウルスです。おー、形状が似てますね。顔も似てます。はい、角もありますね。これちょっと折れたんですね。はい、残念。おー、こんな感じです。おー、とても良かったです。はい、今回欲しかった
恐竜のフィギュアが出ました。はい、カルノとタウルスです。では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。海洋道カプセル Q の新恐竜造形最前線です。お今回出たのはカルノとタウルスですね。おいいですね。かっこいい恐竜です。おでは、拡大します。では今からプチジラマで展示します。はい、森のプチジラマです。おー今カルノタウルス親子が狩りに出てますかわいい、かっこいいですね。以上です。アリシンちゃんでした。今回はカヨドのカプセル Q の新恐竜造形最前線を紹介しました。はい、カプセルトイスですね。ガシャポン。はい、じゃじゃーん。おー、いいですね。はい、恐竜の造形最前線です。カヨドです。はい、じゃじゃーん。これは、はい、トリセツです。おー、カラーでいいですね。はい、今回のラインナップは5種類です。おこのエゴの名称ですね、全部。おでしかもおと解説があります。いいですね。アリチン、これが欲しかったカルノタウルスです。今回はカルノタウルスが出ました。はい、じゃじゃん。おはい、とても、かわいい恐竜です。お造形も塗装も綺麗です。さすが海洋です。おすすめですね。これは組み立て式ですけどもとても簡単です。組み立てが、はい、おお赤いとおこのシマウマのこれが綺麗です。おあと黄色の線がいいですね。はい、肉足大型に肉足の恐竜ですね。お南米大陸で生息した恐竜です。はい、お他のラインナップもちょっと集めたいと思います。はい、ということで、では、チャンネル登録お願いします。またねー。バイバーイ。